マイプロジェクト TV の伊藤健です。うちの近所のコンビニの話なんですけど、何買ってか忘れちゃったんですけど、ちょうどね、合計金額が400円だったわけです。だからね、レジで500円玉を僕出したんですよ。そんで店員さんがお釣りの100円を手にして、1円のお返しですとか変なこと言ってるからね、こう言い間違えてるの。100円ちゃんと手にしてるから。だから僕が、いや100円でしょっつったら、向こうが、だから100円でしょって、お前さっき1円っつったじゃない。ちょっと切れてるっていうか、勢いでミスをもみ消しする。なかなかこいつできるな。スタートダッシュって言葉もあるように、勢いって大事なんですよ。おっさんになってくるとね、なかなか勢いっていうもの自体がこうなくなってきてね。階段を駆け下りる勢いもなければ、おしっこ放物線の勢いもない。勢いがあれば何がすごいって、こう初動のグズグズを乗り切ることができるじゃない。仕事の続きに取り掛かんなきゃな、勉強やんなきゃな、めんどくせえけど、そろそろ掃除やんないと。自転車のペダルだって、こう最初は重いけど、こいでるうちにだんだん前にどんどん進むじゃない。最初の初動が重いのはこうみんな同じ。しかしできるやつは初動のハードルを下げることで物事の取り掛かりを楽にしている。それが誘導タスクの設定。仕事とか勉強ならば、あえてキリのいいところまでやらない。キリのいいところまで終わらさなければ、気持ちが悪いってのは分かるよ、分かる。でもキリのいいところまで終わらしちゃったら、次やる時の初動が重いのよ。あえてやるべきところを次に残しておいて、それで次取り掛かる時は前回のやり残したところからっていう形にしておくことで、スムーズに作業に入る。そんで手を動かしているうちにだんだん気分も乗ってくるっていう作戦だ。つまり誘導タスクとして、あえて半端に残したものに勢いよく取り掛かり、その後に生まれるいわゆる作業興奮っていうやつで、次の新しく取り掛かることにもスタートダッシュかませるっていうやつ。掃除だってさ、僕みたいな独身おじちゃんは休みの日にね、こうまとめて掃除するわけ。もうある意味大変これ。ただね、やっぱりこう初動、こう最初の取り掛かりが遅い。1週間分の作業残ってるわけだからね。僕もプレステ4やっちゃうもんね。しかしできるやつっていうのは、たとえ毎日の帰りが遅くなろうとも、毎日ちょっとだけこまめに掃除する。もちろん掃除が完了しないことも あるわけですよ。でもそれすら誘導タスクになるわけだから、100円でしょ。やっぱり勢いって大事だわ。ということで今日のおさらいです。誘導タスクとは、物事に着手しやすくするために設定する作業のこと。できるやつはあえて作業を次に残す。ニンテンドースイッチでゼルダやってる時に僕思ったんですけど、あれって半分こう携帯機じゃないですか、携帯ゲーム機。そんでスリープボタン一つで、電車に乗ってようが街にいようが、ボタン一つ押すことでハイラルに一瞬のうち戻れるわけですよ。これも取っかかりやすいじゃん。あれがさ、こう電車の中でじゃあゼルダやろうとしてさ、いちいちタイトル画面まで戻ってたら、こうはならないわけ。そういう意味じゃ、例えばこう受験勉強とかさ、机に出したノートとか参考書を勉強が終わっても片付けない。あえてノートを片付けずに、そのまま机にそのままにしておくことで、次さっと取り掛かれる。こういうのも工夫ですよね。やべ、エロい雑誌片付けるの忘れた。チャンネル登録